さーい。はいさーい。今回ですね、はい、沖縄のファーストフード、はい、ジェフさんに来てます。キーコンボ。俺初めて来るかもしれない。一回だけ。一回だけある？南部にあるんだよね。うん、なかなかね、中部から南部まで買いに来るってことないんですけど。はい、そうですね。で、ハンバーガー屋さんなんだけど、はい、面白いハンバーガー置いてるんですよ。いっぱいある。沖縄らしいハンバーガーもね。それをね、はい、全商品買ってみたシリーズですね、これ。はい。これがドライブスルーがちょっと珍しい、こんな感じなんですよ。止めて注文するタイプですね。そうですね。こっち行ってみるか。これジェフのマスコットキャラだと思うんだけど、これゴーヤーだよね。ゴーヤーだね。ヌーヤルバーガー。ゴーヤルバーガーってあるんですよね。ヌーヤルバーガーもあるんですよ。ヌーヤルバーガーもある。ヌーヤルバーガーっていうのに意味があるわけ。意味が、何なんですかっていう意味なんですね。ヌーヤルバーガーっていう。あ、そうなの？うん、何やるのとかじゃないの？うん、何なんですかっていう。何なんですか？ゴーヤバーガーです。そう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 、そういうことです。こっちのセリフなんだけど。何なんですかって。じゃあちょっと店内の方お邪魔しましょう。はい。マギーヌーヤルバーガーって面白いな。方言で言ったらでかい何なんですかバーガー。ジャンボポークサンドって。これ面白い。でかいだろうな。15センチでこんぐらい。15センチって言ったらまあまあでかいですね。こんぐらいか。大きいんじゃないですか。ちなかなの。でこれがゴーヤーバーガー。これが人気の純正ニューヤルバーガー。ヌーヤルゴーヤーバーガー。あー美味しそうな、いっぱいあんな。何番チキンサンドが綺麗なのこれ。美味しそうだね。でオクラとチキン。お店で手作りって。おにがしとかも。これおにぎりある？おにぎり。え？おにぎりにも手出しちゃった。これこれチキンおにぎりセットって。すごい。揚げパンもある。面白い。揚げパンだ。面白いね。これ全部頼んだわけでしょ？これ。頼みました。注文で頼んでます。はい。じゃあ早速入ってきますかじゃあ。はい。ランチ終わってんだ。ランチ終わっちゃってるんですよ。時間。で、これそうなの。もうライス系があれ、パスタもあるの。すごい、もうイタリアンやん。普通のレストランとかある。お肉セットです。うーん、あー朝ごはんいいね。あれ、なんだろう、モーニングディッシュってやつ。いいな、あこれ、ね、あ、いいな、これいいな。どこもある朝ごはんだ。ドラキュアのかワンコイン。ワンコインですね。ジェフのね、はい、マスコットキャラいたじゃないですか、はいはい、あれゴーヤー博士らしいですね。名前が発覚しました。わしはゴーヤ博士じゃ。何一つゴーヤ説明してないけどね。そうだ、今のところ説明ゼロです。1993年生まれ。生まれのゴーヤ博士。ドクターゴーヤって。1993年生まれだった。モーリーと近いんじゃん。年下やん。モーリー、え、モーリー年下。年下。はい、来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ多い、やばい。ありがとうございます。めっちゃ使える。すごい大量だ。すごいな。はい、じゃあこちらで持ち帰ります。はい、店外に戻ってきました。はい、戻ってきましたね。で、全メニューね、袋から取ったんだけど、見て、取れ出したんだけど、すごい量だね。結構多いね、バーガーだけど無駄だよ。前回エンダーやってたよね。エンダーもどっちが多い？なんか、サブメニューというか。ああ、確かに。あれはサイドメニューが多いんだ。サイドメニューはあっちが多いかもしれない、エンダーが。けどなんかおにぎりだったり、スパゲティだったり、うん、なんかいろんなのある。いろんなのだった。これ何？これなんだろうね。これチキンナゲットみたいな感じ。うわっ、チキンだ。あ、なるほど、サイドメニューだこれ全部。単品が詰め合わせになってんだ。で、これがさっきゴーヤーリングってやつよ。あ、これゴーヤーリング。あ、これんこれポテト。これは何？何ポテトか。ポテトだ。あの、ポテトポテトだ。チーズボールみたいなの入ってる。ムスクイポテトみたいなのってな。バーガーだけで何種類やろこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。これもか。これかわいいよ。これかわいいの。かわいいの。一口サイズやし、うん、面白い。食べ比べていく。よし、じゃあおのおの好きなもの。あ、出た出た、バーガー。じゃあ一番食べたいの何？じゃあこれはね、これもゴーヤーバーガーだろ。ヌーヤルバーガーって結局。そう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 。これはなんかゴーヤーバーガーのワンランク上みたいな感じじゃん。俺ヌーヤルバーガー食べてみたいな。ヌーヤルバーガーどうぞ。じゃあ俺ゴーヤーバーガーとか。でモーリーが食べ、おいし気になるっつった。何番のやつ？何番これ？何番チキンサンド。美味しそう。じゃあサイドメニュー。これもヌーヤルバーガー。え、ヌーヤルバーガー、ヌーヤルバーガーのでかいやつ。
俺チョコレートよ。マギマギのあマギの M ってかマギの M だ。そういう意味？なるほどね。M さんやってたもんね。CM 昔やってたよね。ゴーヤーバーガー、ヌーヤルバーガー、ゴーヤーバーガーみたいな。やってたね。やってた。やってたね。でっか。懐かしい。すごい。うわすごい。中身これ何？ゴーヤーチャンプルーが入ってます。あ、なるほど。これゴーヤーチャンプルーか、はい、卵と卵で閉じられたゴーヤーチャンプルーが入ってます。で、見て、めっちゃ白釜多いなと思ったんですよ、うん、で、裏見ると、うん、なんか裏にもあ、ほんとだ、すごいね。ごま、すごい、ごまが多いな。フォーク、フォークもある。あ、これゴーヤーチャンプルーみたいな感じやね、もう、うん、確かに入ってるものがフォークも入ってる。昔食った時は、ゴーヤーチャンプルーをパンで食ってる感じだった。おー、まんまか、うん、いただきます。うん、すごい、美味しいじゃん。うん、まあまあ、モーリーがちょっと通り。うん、本当にゴーヤーチャンプルを面白い。あ、そうだね、ゴーヤーチャンプルを食べてる感覚だ。入ってるもんがね、大体ゴーヤーチャンプルに入ってるものだろう、うん、なるほどね。昔から味変わってないんだね、じゃあ初めて食べた。これバンズを豆腐にしたらもうゴーヤーチャンプルだね、うん、あ、これ新商品出るんじゃない？あ、いいや、出してしまった。ヒント与えてしまった。うん、豆腐ヌーヤルバーガー。それなら、ゴーヤチャンプルって頼んだけどな。もう名前がゴーヤチャンプルになるから。あ、けどこれ美味しいわ。うん、多分夏バテにもいいよね。あの、うん、ビタミン豊富だから、ゴーヤは。しっかりゴーヤだ、これ。すげえ。ゴーヤ苦手な人も食えるかもしれない。うん、そんな苦味ない。サイドメニューも食べたら、ゴーヤーリング行こうかな、じゃあ。ゴーヤーリングやばい。うわ、まずゴーヤーだ。うわ、なるほど。食べてみたい。オニオンリングがいいな。これ、まあまあ美味しい。俺も食べてみよう。美味しい美味しい。どんな食感とか残ってんの？結構柔らかい。柔らかい。あ、じゃあ一回茹でたやつとかしてるかもしれない。衣が厚いね。うん、なんか、冷たい。あ、あるよ。ある？あ、これつけんの？あ、これつけんのか。タルタルソース。あ、うん、食べやすくなる。こういうことだった。マヨネーズか。うまっ。これも食べてみる。なんだろう、何これ。マーレーボール、チーズボールみたいな。何これ、松ぼっくりみたい。、うん、何これ、チキン。あ、ポテト。あ、ポテトなんだ。マッシュポテトみたい。へぇ、柔らかい。うん、なんでこれ汚いくらい。アミジャカ。これがアミジャカって言えばこれ、これが噂のおにぎりです。おにぎり、ファーストフード屋で、もう弁当屋のまんま。まんまだ。弁当屋寄った。もう味噌汁も置いていいんじゃん、ね、100円そばとか。スープあったよ。あったな、スープあった。なんか入ってそうだけど、中身が。味噌？油味噌だ。面白すぎたな。油味噌だ。油味噌。ファーストフード店で油味噌のおにぎり出すすごいな。これパン挟んで食ったら美味しいね。乗っちゃいます。これは、これもチキンカツサンドで、これもチキンカツサンド。これ卵、あ、デミ卵。あ、デミグラスと卵が入ってるのか、これは。もうさっきあれ食べた。チキン南蛮で。チキン南蛮好きなんですよ。うん、子供舌なんで。うわ、あー、美味しそうだ。唐揚げ入ってる。完全に、ほら。うわー、タルタルもかかって美味しそう。いただきます。うまいの、これ。デミグラス。チキンカツカツが。いただきます。どうですか。めっちゃもカツ。あ、おいしい。卵結構厚いな、これ。うん、美味しい、これ。でかっ。なんか手作り感がすごい。うんうんうん。大きい卵。これ超入ってる。甘い。あり、これは。これ。うん。結構なんか効かないね。美味しい、これ。なんかいた。これタルタルと混ざることで、うん、マジのチキンの甘になる。なんかちょっと甘辛のタレがついてるんだけど、甘辛なんだ。甘辛のタレがついてて、うんうん、あの
照り焼きみたいな、うんうんうん、でタルタルが入ってる。これうまいわ。チキンカツ、これコロッケか、カツなんだけど、なんかコロッケっぽい味がするんだよ。これが普通の、普通のだ。うわ、うん、うわカツですね。これカツ、チキンカツ、これはカツっぽいね。いただきます。カツのコロッケっぽい、カツの、カツ、あ、見して、カツって言う、ほんと俺の一体何だったんだろうか何を食ったんだろう。あいつカツっぽい、カツかな、でも書かれてるもんね。ごめんごめん、カツだした。あ、カツだ、カツだ、コロッケっぽかったから、あの食感がね、柔らかかった、うん、チキンカツだから、なんかあの、とんかつと比べてふわふわしてるかもしれない、ね、卵も入ってるからね、いっちゃうんですよ。なるほど、おいしい。スペシャルいっちゃう、スペシャルいっちゃおうかな、うん。どんなんだろうか。でかー、やば、一番でかい、肉でかいし、肉でかいし、玉ねぎ丸々、ベーコン、チーズ、やべー、でけー、うわ、やば、分厚っ。これ何のタレだろう、美味しそう。いただきます。バーベキューっぽいのかな。うん、まずハンバーガーが違う、全然。マジ？めっちゃ分厚い、肉厚。あ、外国のハンバーガーって感じ、めっちゃチャンキー。ああ、外国、アメリカっぽいんだね。うん、これいこうかな、照り焼きバーガー。すげえ、照り焼き、照り焼きうまいよな。やっぱいろんなハンバーガー屋さんにあるからね、うん、こんな感じ。美味しそう。いただきます。うん、おいしい。モスバーガーに近い、ちょっと野菜たっぷり、野菜いっぱいだね。うん、野菜多い、野菜がめっちゃいっぱい。うん、おいしい。来いよ。絶対拭き取れないところについてる。マジ？うん、どこ、なんでここにつく。あ、取れた、ここ。ここについてた。絶対外人受けする、僕は。外国人受け、それくらいめっちゃチャンキー。じゃあ食べていきましょうか。はい、食べていきましょう。じゃあ今回編集の方にも食べていただくので。そうだね、感想を聞きましょうか、じゃあ。はい、タイガーさんですね。はい、フェンシングの鬼、編集の方です。お疲れ様です。よろしくお願いします。エンター機押したけや、パーンって写真も撮ってくれたりしてる。あ、そうだね、撮ってます、写真、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、なんか選んで持ってください。美味しそうなやつから、どれが、あ、こっち、ちなみにジェフ行ったことあります？ジェフ初めてです、食べたことないです。おお、一緒だ、俺も初めてだったから。あ、おすすめ。あ、ゴーヤーバーガー、確かにゴーヤー、ゴーヤーいけます。苦いですか？いや、まあちょっと、まあ、好きなものでいいと思うよ、ゴーヤー、ゴーヤー食べたから、なんでも。あ、バーガーにします。うん、ありがとうございます。さあ、何の魚か当てれるかな。めっちゃ難易度高いじゃないですか。ちょ、ジェフの社長も見るはず。うん、めっちゃプレッシャー。今日ね、挨拶しに来たよね。いつも見てるよって言ってた。すごい、あ、すごい、え、美味しそうですね。バーガー、はい、ください。いただきます、はい。うん、おいしい。タルタル入ってて、うん、あの、すごい柔らかいです。魚が柔らかいです。おいしいです。魚は何だと思います？ちなみに見た感じ、親びっちゃかな。親びっちゃ、なわけないだろう。グルクンとかじゃない、わからん、なんだろうね、本当にね。シーラ、あ、シーラよく使われてるな。うん、使われてる、シーラよく使われてる、うん、すごい、美味しいです。はい、女性にも受けるということで。大成功だね、うん。はい、もう一人の編集者ですね、はい、カエルさんですね。はい、編集のカエルさんです。編集者からみんなにカエルって言われてる。いつもなんかベタベタしてるんですか。違うでしょ、ベタベタ。カエルが好きだから。じゃあなんか好きなの選んで食べてください。
ジャケット食べたことありますか？ないですね。結構ない人多いね。結構ない人多いね、うん、初めてです。じゃあもう好きなもの、本当に気になるもの、これどうやって食べるんだ。どうやって食べるこれ。多分、全部開けてみて、はい、見せて1個すごい出たよね。シェアするんじゃないかな、うん、あ、2枚入ってる、2枚入ってる、半分に切られてるね。カニカ2枚ある。でかいからか。あ、了解です。食べていいですか。はい、食べてください。ちょっとベロ出してちょっと待って、触っていいですか。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。じゃあいただきます。でかいなこれ。でかい。美味しそうですね。いただきます。はい。何なんだろう。何味なんだ。ちょっと恥ずかしいですけど、はい。何味？普通にカツですね。あ、カツなんだ。カツだと思う。ちょっとフライっぽいからね。うん。美味しそう。美味しいです。そして平べったくて食べやすい。ああ、なるほど。でかい割には食べやすいんだ。女の子でもね、口大きく開けないで食べられるからいいかもしれない。はい、はい、いい感じです。まあ、取りだね、じゃあこれ。じゃあ、はい、食べてください。以上、カエルさんでした。カエルさんでした。ありがとうございます。食べてください。どうぞどうぞ。ありがとうございます。第3の編集者です。第3者の人。はい。トートバッグのモデルやってくれた子ですね。あ、そうだ。ああ、確かに。ジェフって食べたことある？食べたことないです。みんなない。みんなね、あれじゃない、チューブだからじゃない？ああ、みんなチューブだからか。南部の人はさすがにみんな食ってると思うけど。うん、じゃあ好きなの選んで食べてみてください。へえ。メインのもので。ジェフ、チーズ由来。チーズ。はい、チーズ。はい、チーズ。いつも編集頑張ってるからね。特に構成です。残業代残業代、いただきます。ご編集の部署の人か。美味しいです。美味しい。あ、ジェフの由来。お、ジェフの由来。の由来、うん、沖縄生まれ沖縄育ち、うん、本土復帰直後の沖縄で、うん、本島南部にハンバーガー文化を広めたいとの思いからスタートしましたって。あ、だから南部にあるんだ。3店舗あるんだけど、全部南部だよね。全部南部だね。ジェフってどういう意味なの？ジャパンエクストフードの略。あ、それで略してジェフっていうんだ、うん、ジャパンのジェ、エクセレントの E、フードの F。 すごい。確かに沖縄らしさあるよね、ゴーヤー、うん、ゴーヤーバーガーだったりね。最初開発した時って、これジェフやるぞってなった時に、なんか沖縄らしいのないかなって多分話されたと思うんですよ、うん、沖縄といえばゴーヤーチャンプルー、あ、天才ってなったと思うんですよ、うん、お前名前何って天才ってなって、よしそれでいこうってなった結果、うん、成功したんじゃない。実際に美味しいもんね、ゴーヤーバーガー、うん、93年で、じゃヌーヤルバーガーは何でかな。じゃあ一応方言も混ぜた方がいいんじゃないですか、天才。全部天才。93年のゴーヤーの日、5月8日にできたって、うん、すごい。すごっ。できたんだって、ゴーヤーバーガーが、うん、なんか沖縄って58にゆかりがあるよね。あ、58号線、58号線もゴーヤーも。あ、確かに。作った本人はやっぱりゴーヤー苦手だったって。そうなんだ。で、苦いのが苦手でも食べれるように開発して作られた、うん、へぇ。ちなみにひっちゃんはヌーヤルバーガー1位だそうです。俺は1位だね。ヌーヤルバーガーって一応ゴーヤーバーガーなんだけどね、うん、1位でしたね。あ、ちなみに編集者さんの名前が、ゆめくんですね。ゆめちゃん、はい、ゆめちゃん、はい、いつも編集ありがとうございます。ありがとうございます。こちらにいるのが編集のボスです。ビッグボス、ビッグボス、ビッグボス、撮影会で食っていくさよ。あ、ワークないと。食べてください。ボス食べてくださいよ。なんか好きなの。ジェフ行ったことある？あります。あ、あるんだ。唯一。みんなないって。あ、結構行った。何回？今一回、孫さんは。うん。一回だけ？ヌエルバーガーとか。何食ったか。チーズバーガーとかじゃないよね。普通の。普通のバーガー食った。有名なやつ。あ、ヌエルバーガー。ゴーヤーだったの。編集者の何さんですか。一番浜ちゃんの次に長い。あ、そうだね。編集者ですね。
梅ちゃんさんです。はい、梅ちゃんです。じゃあ、お好きなのがポテトということで、芋なんか、あれもあったよ、シュレットポテトみたいな。梅ちゃんは、梅ちゃんみたいな、あの、芋系が好きなんだって。うん、バーガーはこれポテトが好きって。これもいいな、松ぼっくりみたいな。春がさなぎみたいって言ってた。俺言ってない。いただきます。はい、おいしいですか。おいしい。ちなみにジェフが初めて。あ、ジェフ初めて。あ、やっぱほとんどの人が初めて。ハマちゃんだけだ。ハマちゃんだけだな、物好き。そうだな、ハマちゃんあちこち行くからね、沖縄ね。おいしかった、意外とね。うん、ゴーヤーも苦いのかなと思ったけど、苦くなくて。確かに開発ね、開発とか頑張ったんだろうね。頑張ったんだろうね、全部で残業して作った人がまずゴーヤー苦手ってのが面白いな。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まだあるんですけどね、持ち帰ったりね、持ち帰ったり食べようと思います。残りは釣り行ったメンバーにあげます。あ、そうだね。いや、初めて食べてゴーヤーバーガー衝撃的でしたね。うん、美味しかった。で、意外と初めての人多かったね。うん、中部からね、南部までご飯食べに行くっていうことがそもそもないもんね。確かにね。でも、ゴーヤバーガーは食べといた方がいいかもしれない。確かに。そうだね、思ってる以上にびっくりする。うん、はい、ということで、はい、今回は、ジェフのハンバーガー全部買ってみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。